ジョジョ園のあの、ジョジョ園っていうあの、看板の字はあの、爆笑問題の太田さんのお父さんが書いたんだって。どうも、始まりましたゴージャスです、私。ゴージャスでーす。アシスタント、どっちからだっけ、いつも。どっちからだっけ、どっちからこっちから。こっちからボケた？よきゅうでーす。そしてこっち。はい、コーラマリカでーす。コーラマリカでーす。いや大丈夫大丈夫だよ大丈夫かなとかライフワークなのに どっちから行くんだっけ、若手から行くんだっけ、それともお姉さんクラスから行くんだっけ、ね、右からいつも右からね、うん、右から行ってた、うんうん、そうでした、うん、そうでした、うんうん、そうでしたよね、間違いない、心配になっちゃう、ね、疲れてるかな、いや疲れてない、大丈夫だよ、もう本当に元気しか取り合いがない、うんね、じゃよかったあれおいちゃん、はい、今日おいちゃんなんだね、あれおいちゃん、おお、今日何やるのかな、はい、今日はですね、うん、ご3人に、うん、元カノかっこ仮と今カノと僕、お、僕の彼女は浮気なんかしない、あらあら、プレイしてきましたよね、うん、はいはい、そちらの会社が制作した、お、最新のアプリゲーム、うん、お、犯人は僕ですをやっていただきます、おお前ら、犯人はもう犯人分かってるんだったらやらなくていい、お前ら確かにいや、やっぱりその僕ですでしょ、でもその動機が必要、動機が、え、これな、恋愛ゲーム、また恋愛ゲーム、わかんない、え、でも犯人って言ってるから、これ誰か殺しちゃったんだよ、あれ続きだよ、そんな話、続きだよ、絶対、あいつはやっちゃったんだよ、なるほど、そう続編か、ここに来て、ね、こんな感じかな、違うな、ね、大丈夫かな、怖くない、スプラッタ、スプラッタものじゃないの、大丈夫かな、スプラッタものじゃないです、とりあえずやってみよう、うん、あ、だからこの3人だったんだね、うん、うん、よかった、調子がいい、よし、ということで画面いきましょう、こちらです、ドン、はい、ということで、犯人は僕です、僕です、もうなんか突き落としてるかもしれない、これ女の子が、ね、わーってなってますね、わーってなってる、犯人僕、いきたいと思います、犯人僕、犯人僕って訳してください、はい、かわいい行きましょう、ポチッと、はい、え、怖い、あれ、あ、え、ホラー、え、一風変わってホラー、なんかいつものスタイリッシュなオープニングがない、ね、ないないね、まあ、とりあえず行きましょう、山小屋みたいな、行きましょう、ポチッと、違う、あ、大学生活を満喫していたある日のこと、あ、血の滴り、完全に確信犯だ、俺は大学のサークル旅行に来ていた、サークル旅行ですね、サークルか、参加したのは同じ映像制作サークルに所属しているメンバー7人だ、7人、うん、キーワードだぞきっと、7人キーワードなのかな、わかんない、今日は山奥のコテージに2泊3日することになっている、2泊3日、うん、7人、覚えることいっぱい、2泊3日、はい、1日目は移動やら部屋の割り振りやらであっという間に時間が過ぎていき、あら、カラフルな感じだった、うん、ですね、その日の夜は明日からの活動計画という名の飲み会が開かれていた、うんうんうん、お、黒だ、俺、うん、お、俺か、だいぶ飲みすぎてね、頭がクラクラする、うん、黒だ、ちょっと風に当たってくる、なんだ黒だな、責ねえなお、男じゃないの、これは男なの今、男です、金沢くん、金沢の、下品な笑い声を、下品っぽい、俺は一人2階のバルコニーへ向かった、バルコニーがあるんだ、俺は、俺これなのかな、ですね、画面に、それか画面にいないんじゃないの、いないのか、一人称視点なのかもしれない、1、2、3、4、5だから、あと1人いるはずなんだよね、多分、うん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 、フェンスに手をかけ休んでいた時だ、うん、あ、じゃあ黒田くん、あら、あ、ぽいぽいぽい、声がした方へ振り返ると白雪、うん、殺されたの、あら、かわいい、あ、白雪も気分が悪くなったの、うん、そうじゃなくて、何、意外とすると上の方に巻くねハイベストですよ、ハイベスト、うん、歯切れの悪い言い方で首をかしげると白雪は俺の顔を見つめて、なんだ、え、どういうこと、え、俺の秘密を口にした、どういうこと、宇宙海賊でしょ
そんなになること。突き落としたの今。そういうこと？それが動機？やっぱり隠しておくべきじゃない。ん？どういうこと？どっち？ない？やめろ！俺は反射的に白雪の腕をつかみ。何？え？な、やばい、ドン！あ、当たっちゃった。まさか？どういうこと？やばい。あー！バルコニーから突き落とした！早い。早いね。うん、今だ！今やってしまった。犯人は、この中にいます。いや黒田くんでしょ。黒田くんですよ。私じゃないんです。私の衝動がやったんです。うわぁ、貝の下に重い落下音が響いて、俺はようやくことの重さを知る。ダメだよ、勝手なり。でも待って、待って。下にはすごい、星草がいっぱいあって、うん、助かったよ。貝人みたいに。助かったら助かったでさ、うん、突き落とされたことバレるね。いや、でも星草があったの知ってたから、はははーって。いや、笑い事じゃないでしょ。明日からの2泊3日楽しみだね、つって。怖い、帰るってなる。やばいし、なゆき、俺は、やばい。その後の記憶は曖昧でよく覚えていない、うん、おそらく自分の部屋に戻ったのだと思う。本当に？いや行きなさいよあなた。戻らないでしょ。ねえ、助けにつく。まあ翌朝、うわ、朝迎えてしまった。もうダメ。おい、カナダのうるさい声で朝を迎えた。どうした？青木、新しい。どうした、おとっぽろから。太ってるな、きっと。白雪が、最悪な結末ですよ、これもう。最終回です、これ今日。まだ助かったかもしれない。まだ助かったかも、まだ助かった。いや、助からない。あなたの向かった先はコテージの裏側。うん、緑ちゃん、これ書いて。白雪さん。いや、嫌なやつだね。白雪さん、いやー、すみれ、何これ、ちょっと誰か。赤い。あ、落ち着け。とにかく警察に出まって。金沢と同じくらい緩み切っていたそれまでの空気は変身。互いが互いを見つめるようにその場から動けなくなった。なに。ちょうど2階のバルコニーから真下の位置、もう完全にね、血染めの地面に白雪が倒れていた。でもあのまま助けに行ったら助かってたのかね。そうですよ、助かってたかもしれないの。翌日の朝まで白雪がいないことに対して何も思わなかったのだろうか。だって俺も普通に帰って別にね、寝てたわけですし。こんな状況だっていうのに俺は冷静に白雪を見ていた。罪悪感よりもある感情が俺を支配していた。そんな秘密があったってこと？どういう秘密？なあ、黒田、そういや昨日の夜、お前だけいなくなったよな。金沢の発言に、その場にいた全員が俺を見た。そうだよね。1日目、金沢の秘密を暴け。金沢の秘密を暴くの？この方は、なんかそれぞれみんな秘密を持ってって弱みを握り合って、自己死ってことにしたいんじゃない？あー、分かんないけど。うわー、警察が来るまであと4日。あれ、ん？ 2 泊3日鳥肌。2泊3日。あれ、なんで4日？4日、どういうこと、ちょっと分かんないけど進めよう。うん、はい。4日、カナダに疑いの目を向けられたらすぐ後だった。カナダに疑いの目を向けられたすぐ後だった。はい、青木、これだけ。待って、カナダは人に疑いをかけないように警察だもん。割とイケメンな感じのシルエットしてますけど。失敗したね。キャラ作りに。あ、金沢だ。あ、辛い感じだ。てんてん。俺が警察に電話しておく。みんなは一度部屋に戻っていてくれ。夜にもう一度リビングに集まって、今後のことについて会議をしよう。
マシンのあるやつはその時にしてくれ。青木リーダーシップあるの。青木が冷静にあの場を収め、一度解散という形でそれぞれ自室に戻った。旅行は当然中止になるはずが、この豪雨で土砂が崩れ、コテージまでの道が完全に塞がってしまった。なるほどね。最悪だよ。最悪。崖崩れの復旧には4日かかるらしいから4日なのね。はいはいはい。警察も崖崩れが復旧するまで来れないと言っている。警察が駆けつけるまでよ、あと4日。これはなんだ？夜の会議で金沢は俺を犯人だと言うつもりだろう。なんとか金沢の口止めができないんだろうか。そういうやつか。あー、裏工作。悪事に加担してるみたい。でも、どういうこと？でも面白そうだからやろ。そうですね。ゲームだしね。そういう。それでは裏工作を終了する。いや、どっかこれ行けんのかな。キッチン、トイレ、バスルーム、和室、2階。お、あ、会いに行く。秀幸の部屋、どこに。金沢の部屋。とりあえず今いるってことね、うん。そうですね。このバルコニーから落ちたのね。うん。秀幸の部屋は、人が誰もいないんだよね。あ、そうか。これ覗きに行くの部屋。そうじゃない。覗けちゃうんだ。ここでなんか、なんか秘密をやってたりしね。手帳はなんだこれ。手帳はメモするの。あー、こうなんかゲットして証拠だって。証拠これでもいろいろ集めて人の弱みを握って、うん、口止めするんじゃないですか。いろいろじゃキッチンとかまず誰もいないとこから、ね、これは触れないと思ってもダメなの。基本的に触れるものは光ってたりします、ね、光って。あ、そうなんだ。あ、でも周りの人から話を聞いて、うん、その金沢を追い詰めるっていう作戦も必要。まず人に、お、めっちゃ光ってる。青木君の部屋。俺の部屋だよ。ポテトチップスかな。あー、なに。あー、やっぱり男は黙ってノリしようだよな。そうなんだ。お、書きかけのレポート。おー、これゲット。旅行まで来て課題するのか。優等生の鏡だな。医療的なことが書かれているというのはわかるが、詳細は難しすぎて俺には理解できない。医療の人なの。コリンファーマシーについて。うん、わかんない。あ、青木のレポート、うん、ほう、俺には理解できないんだよ。これがこっちに入るわけね。なるほど、うん、緑行く。金沢最後。最後の方がいいんじゃない。じゃあ緑から。あ、でも金沢行って情報を得てみんなの方がいいのかな。一回行こうか。うん、金沢行こう。行きましょうか。じゃあいた。いる、光ってる奥。あ、まずは本人。おい、何してんだ。あ、めっちゃ睨んでくる。あ、そうか。やっぱどっかで何か起こし。うわー、よう、殺人鬼、何の用だ。うわ、チャラいなこいつ。もう犯人呼ばれた。その誤解を解きに来たんだけど。うるせえ、おら見たんだよ。あ、見た。何を見た。お前が飲みの時一人抜けてくのを、うん、白雪。あ、クソが好きだったのかな。あ、ね、それなら好きだったのかな。金沢、こいつはあった、あ、うん、こいつはあった頃から俺をことあるごとに小バカにしてくる。なんなんだこれ。短期でバカだが、サークル部長である青木には調子を合わせている。金魚の糞そのもの。青木には、あの、ね、合わせるってこと。合わせる。なるほどね。言っとくけど、犯人は俺じゃない。犯人はそう言うんだよな。いいからさっさと失せろ。とても俺の話を聞いてくれる様子ではない。金沢がおとなしく言うことを聞くような人に頼んでみるか。それが青木。青木くん。なるほどね。あ、リビングにいる。リビング行くよ。うん。青木、電話してたのか。おお、警察とんの。青木、顔よし、あ、顔よしなんだ。性格よし、頭よし。
彼女のユームは知らないが、これでモテないわけがない、うん、声が悪かった、うん、そうだね、そうだね。女の子に甘い部分もあるけれど、真面目で頼れるサークルの部長だ。さっきはありがとな。え、あなたは俺を疑った時かばってくれただろ。ああ、お前をかばったわけじゃない。女子を早く部屋に返したかっただけだよ。スミレはともかく、緑がかなりショックを受けてたからな。スミレはそんなにじゃない、強いんですね、ちょっとだけ。緑がショックを受けてる。覚えてたね。うん、わかりました、わかりました。あなたも考えろよな。男だけ呼べばいいだろうに。そうだ、悪いけどあなたを呼んできてくれるか。あいつが大着剣者だしな、注意ついでにもう少し話を聞いておこうと思ってさ。なるほど。そしたら部屋、うん、ああ確かに、あ、わかった。もしかして青木は金沢を疑っているのか。まあ第一発見者ってことはね。まあ確かに、そういう線もありますよね、うんうん、よし、金沢部屋に行ったよな。呼びに行こう。呼んじゃおうか。はい。あーてめえまた来やがって。すげえな、いろんな悪いんか見えるね。違うんだ、青木がお前を呼んでる。青木が金沢は壊してるで、部屋もいいけど。そんなに弱み握られてるじゃん、もう完全にこれ。確かに。ほんと、青木に対しては弱いよな。なんで？あいつ、机にスマホ置いてったな。金沢はいない。少し部屋を見てもらう。あ、もう人のスマホを見るの嫌だ。しゃ、じゃあもう。3つもある。スマホこれか。お！お！あ、白雪に送ったメッセージの画面。表示されている。やめてって書いてある、うん、頼む、試しに1週間付き合ってくれないか。ああ。全然無視されてる。生きてる、死んでたの、うん、生きてなかった。いやー、死んでる、死んでるもんね。お、さっきの文面が。う、当然白雪は魅力のままだ、うん、普通の女の子はドン引きするだろうな。うん、確かに。他も見ていこう。日記、買ったコーヒーを青木に奪い取られた。あいつ知らずに飲んだのかな。かっこ笑い。何を？どこでも持ったの？ああ、そんな感じね。うん。本当は嫌なんだよ多分。青木がね。うん。でも下についた方が何人気にいろいろ。今はいいから。うん。内容は。ちょっと、コーヒーにゴキブリ入ってたのを知っていて青木に渡した、うん、青木がこのことを知ったらどう思うんだろうか。これ弱み、弱み。あ、そういうことですか。知らない、これ。これが弱み。使えそうだ。使えるんだ。そうだね、青木に行っちゃうよって。うん、白雪の写真か。このまま持ち歩いてたか。ちょっと引く、うん、ベッドの中にもう一枚白雪の写真がめちゃくちゃあるじゃないか。盗撮、これも秘密だ。バカで短気な上にストーカーだったとは救いようがないな。うわ、これで以上かな。手帳で証拠がいっぱい。白雪ちゃんよくサークルに入ってたな。ねえ、やめちゃいそう。これはもうどうするのか。一回リビング、きっと今夜みんなが集まった時に金沢は俺が犯人と言うつもりだろう。さっき見つけた秘密をちらつかせれば金沢を騙せることができるはず。このまま会議の時間まで時間を潰そう。いや、もうとりあえず行こうか。うん、いや、会議を始める。おーい、ね、どうなっちゃうんだろう。さあ、面白い。どんな会議になるんでしょうか。始めましょう。メンバーの疑惑が 50%。 青木の呼びかけでみんな一度集まることになった、うん、諦めるってこともない。早い、うん、バッドエンドかな。よし、こう、なるべく金沢とは関わりたくないので気が済まないが、
金沢がまた余計なことを言わなければいいけど、いいけど。みんな集まってくれてありがとう。あの後で顔を合わす気にもなれないんだろうけど、あと5日はここに泊まらなければならない。だからみんなで協力してこの5日間を乗り切ろう。さすが沖、それぞれ不安を抱えたメンバーの顔に少し明るさが戻ったような気がする。うん、いいやつ。白雪は白雪の部屋に運んでおいた。うわ、おお、勇気ある。勇気あるね、怖いなんかね。そして今後のことだが、その後青木、その後青木の提案で毎日1回必ず全員で集まることが決まった。そんなことよりさ、チャラいな。ここら辺ではっきりさせておこうぜ。よし、使おう、このわざ使おう、これこれ全部使おう。使う。白雪を殺したのは黒田だってことを。ズバーン、ズバーン。くっ、黙っていればいいもの。またその話をするのか。なんでそこまで疑ってくるんだよ。うん、じゃあ昨日の夜お前は飲み会から出て行った後何をしていたんだよ。やっぱ好きだったからね、ちょっと詰め寄り方が尋常じゃない。うん、その時に殺したんだろう。だろう。何これ何これ何これ。どうする、どうする。白雪のことが好きなの。白雪のことが好きなんで行こう。本当に白雪のことがそんなに好きなのか。な、何言ってんだ、話をそらすなよ。ここで、あ、ダメだ、やばいやばいやばい、いきなり直球すぎたかも。普通に会話した方がいいのかな。あの時、白雪を殺せたのはお前以外にいない。ちょっと待てよ、待ってよ。うん、真ん中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 、うん、真ん中で大丈夫だと思います。俺が飲み会から抜けた時に殺されたとは限らないじゃないか。確かに。それとも金沢は白雪がいつ死んだか知ってるのか。あ、これはでもいいね、正論。それはお、あ、でも 10% しか下がんなかったな。さすがに飲み会の途中で抜け出しただけ、さすがに飲み会の途中で抜けただけで犯人というのは強引すぎじゃないか。うるせえ、お前なんだ。うわ、すげえな。もし白雪を殺したって言うんなら、当然白雪を殺す動機があったってことだよね。うん、まあ、あったよね、でもね。あったね。うん、ですね。なんでそれを知ってたのかっていうのもあるけどね。うん、あ、なるほどなるほど。そんなの知らねえよ。何かあるんだろ。動機がわからないんじゃ犯人というのは難しいよ。うん、普通強い動機がないと人を殺すなんてことできないからね。うん、確かに。例えば白雪に振られたとか。でっち上げようとしてるの？え、携帯。携帯。ちょっとなんか主人公、うわー、やだ。これで言わない。本当に？まあ例えばだけど、試しに1週間付き合ってくれと言ったけど無視されたとか。うわ。何そのキモい告白。ぐっ。マリンカ劇場もある。いや、俺が言ったわけじゃないよ。うん、そういうのは動機になるかなと思って。どう、金沢。では。どんどん減ってる。振られたくらいじゃ殺しもしないだろう。それにストーカーでもしている人じゃないとな。やばいやばいやばい。ストーカーといえば。ところでこんなもの拾ったんだけど、何か白雪が死んだことと関係あるのかもと思って。白雪の私物かな。写真か。写真。これでどうだ。写真集が作れる。なにこれ、白雪の写真じゃん。あんたが撮ったの？こんな盗撮みたいなことやらないよ。誰のか知ってる？やめて。誰のものでもないのかな。じゃあこの写真は金沢が持っててよ。え？もしかしたら重要な手がかりかもしれないから。
犯人を探したがっている金沢が持っていた方がいいよね。ね。あ、わかった。いわく。ところで、金沢、まだ俺が犯人だって言う？ちょっと待て。やっぱりやめよう、うん、犯人探しなんて。あ、あんたが言い出したんでしょ？ほら、よくねえよ、いがみ合うのは。ワインかけ以上。うんうん。60番になりました。よし、もう時間も遅い。みんな今日は疲れただろう。この辺にして部屋に戻って休もう。うん。私、先に戻るね。あれも、部屋に戻るか。ああ、4日が長い。この子は大丈夫か？顔色悪いぞ。ああ。しょうがないな。コーヒーおごってやるよ。優しい。ありがとう。あのコーヒーじゃない。そんな？ちょっと待ってろ。まさか嘘でしょ？手帳これを？今？これを何？これを金沢に見せるの？青木に見せるんじゃない？青木に？でもかわいそう。絶好のチャンスだから見せようか。うん。そういや昨日金沢がコーヒー買った時にさ、中にゴキブお、おい！ん？なんだ？黒田もコーヒーいるか？ありがとう。でも俺はゲテモノ好きじゃないから遠慮するよ。お、戻った。コーヒー濁ってこう。じゃあまた明日の。一番最初の値に戻ったけど、最初から突拍子なことやんないで普通にやってたらもう 10% ぐらいだったのかな。突拍子だったのかな。うん、ちょっとね。さあ、青木が部屋を出たのを見計らって金沢が話し出した、うん、言いがかりをつけて悪かった。分かってもらえたならいいんだよ。白雪の写真見たのか。すごい枚数だよね。個展でも開くかと思った。他の人には絶対黙っておいてくれ。もちろん、これからも俺と仲良くしてね。怖いよ。当然じゃん。じゃあ、俺は部屋に戻るよ。成功率 80% だって。やっぱなんか見落としてたのかな。一個証拠がなかったってこと？そういうのもあったのかな。いや、ちょっと分かんないね。まあいいや、これで1日目は乗り切りました。これで金沢は少し黙るようになっただろう。金沢の疑いは言いがかりレベルだったが、あながち間違いではない部分もあったから恐ろしい。このまま何事もなく4日過ぎればいいんだけど。朝起床時間だ。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録は8000。